マダニは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナが、ニモクマダニアモクマダニカに属するダニの総称である。マダニアモクには他にヒメダニカとニセヒメダニカが含まれるが、本校では主にマダニカに関する記述を行う。英語では、大型の吸血性のダニである、マダニ類をティック、それ以外の小型のダニを見てという。マダニは、ハーラー器官と呼ばれる感覚器を持ち、 これらによって哺乳類から発せられる落産の匂いや、体温、体臭、物理的振動などに反応して、草の上などから、生物の上に飛び降り、吸血行為を行う。その吸血行為によって、体は大きく膨れ上がる。マダニカの特徴の一つに、セイタの存在が挙げられる。これは、胴部の背面に存在する外皮を覆う、硬い組織である。これを持つことにより、 マダニ科のダニは、コウダニと呼ばれる。一方でヒメダニ科のダニは、セイタを持たず、外皮が柔らかいため、ヤワダニと呼ばれる。電子顕微鏡のための真空には耐え、生きたままの状態を観察することができるが、クマムシほど研究されておらず、なぜ耐えられるのかのメカニズムは解明されていない。マダニの吸血は、吸血昆虫のそれとは全く異なる。吸血昆虫の吸血は、刺すことによる。 つまり、甲府が針状であり、これを血管に直接差し入れることで吸血を行うのである。対して、マダニの吸血は噛むことによる。マダニの後期は、ハサミのような形状をしており、これにより皮膚を切り裂く。さらに、口下辺と呼ばれるギザギザの葉を差し入れて、宿主と連結し、皮下に形成された血液プールから血液を摂取する。この時、マダニは、 口下辺から様々な生理的効果のある因子を含む余剰体液を宿主体内に分泌し吸血を維持している。また、フタトゲチマダニ等をはじめとしたマダニ属、キララマダニ属以外のマダニは口下辺を唾液に含まれるセメントのような物質で包むことで連結を強固にしている。このような吸血方式の違いのためマダニの吸血時間は極めて長く。 メス成虫の場合は6から10日に達する。この間に約1ミリリットルに及ぶ大量の血液を吸血することができる。フタトゲチマダニマダニかのダニは長期の活動停止期を持つことが知られる。例として日本に広く分布しているフタトゲチマダニを挙げる。フタトゲチマダニの幼虫は夏から秋にかけて活動が見られるが、次の発育段階にあたる若虫は春から夏に活動し、 秋以降に活動が見られない。また、成虫は夏に活動のピークを持ち、秋以降は見られない。幼虫が秋まで活動しているのに、秋以降に、若虫の活動が認められず、また若虫が春から夏にかけて活動しているのに、成虫が秋以降に見られないのは、不自然であり、各発育段階において、秋から春にかけて活動が停止している。これは、マダニが、 発育段階の間に休眠をとることから説明される。吸血を行ったダニは脱皮を経て次の発育段階へ進むが、この時に長期の休眠を行うのである。休眠行動はマダニ科のダニでも種によって時期や期間、さらには休眠の有無が異なることが知られる。この休眠行動は日長の変化により支配されると考えられており、 発育に適した時期と、吸血行動の同調や、高温や低温に対する抵抗性の獲得に役立っていると考えられている。マダニカは14の属と702種から構成される。この中には、ボレリアやリケッチアのベクターとして、生態学的に重要なものが含まれる。マダニカには、以下の属が含まれる。マダニカのダニは、吸血の際に、 様々な病原体を伝播させるベクターとして知られる。以下に媒介する感染症の代表例を挙げる。できるだけ草むらに入らない、長袖長ズボンを着用、山では草に直接座らない、虫よけスプレーを使用する、帰宅後すぐ着替え入浴するなどが望ましい。人々を吸血中のシュルツェマダニマダニカは後期を皮膚に差し込んだ。際にセメント様物質を大気栓から放出する。 このセメント様物質は半日程度で硬化するため、これ以降1から2週間程度は体から離れない。そこで無理にマダニを引き抜こうとすると、消化管内容の逆流により感染リスクの上昇を招いたり、体内にマダニの頭部が残ってしまう可能性が高い。1から2週を経過した後は、セメント溶解物質を唾液から出し、これによって皮膚から離れる。 ヒメダニカはセメント様物質を放出しないため、容易に取り除くことができる。感染症罹患の恐れがあるため、マダニ交渉の場合は、医療機関を受診すべきである。切開して、マダニを除去するのが一番確実であるが、ダニ的除染用の危機器も存在している。民間療法では、マダニ虫体にワセリンを塗り、約三十分後に虫体を取り除く、アルコール、ツヤ、 殺虫剤をつけたり、火を近づけたりするとまだ荷が嫌がって勝手に抜けることがあり、それが成功した例も報告されているが、無理に自己的除しようとするとだに倍回感染症の感染リスクが上昇するので推奨されない。除去後、セフェム系、ペニシリン系、テトラサイクリン系などの抗生物質を投与する。動物少数の場合は、ピンセットなどを用いて除去するが、 局所の炎症や農用を誘発する可能性がある。体表に多数の寄生が見られる場合は、殺ニ剤を直接適用して殺虫除去を行う。ダニの防除法としては殺ニ剤が用いられる。世界各地で有機ン系、ピレスロイド系、アミジン系、ニコチン系、マクロライド系抗成物質、成長阻害剤などが用いられる。また、 これらの合剤が用いられることもある。しかしながら、アメリカ、南米、オーストラリアなどの畜産国では、殺ダニ剤抵抗性のマダニが出現し、問題化している。最近では、マダニの中長に由来する、糖タンパク質の組み換え体をワクチンとして用いる方法が、オーストラリアや中南米で実用化されている。マダニの唾液栓や消化管には、ガラクトースス一 酸ガラクトースという糖鎖を持つタンパクが存在する。マダニ交渉によって人体がアルファーガルに観査されることがある。アルファーガルは牛肉や豚肉、羊肉に広く存在し、また抗腫瘍薬であるセツキシマブの分子構造中にも存在するためにマダニ交渉後にこれらの物質に対してジンマシンやアナフィラキシーショックを起こす体質になってしまうことがある。 またアルファーガルは、カレーの魚卵のタンパクトも、交差抗原性を持つために、小ちカレーの料理などに対してもアレルギーを持つようになる。ただし AB 型及び B 型の血液型の人は、これらのアルファーガル関連アレルギー反応を起こしがたいことも知られている。アルファーガル関連アレルギーがあるかどうかは、アルファーガル特異的因縁検査、c a p f a y o 4で調べることができる。 ありがとうございます。